今回は三島市梅名にあるラーメン屋さんメンリストに行ってきました。そしてメニューはこちらですね。いろんなラーメンがありますが、こちらのラーメンは鶏、豚、魚介、昆布野菜等を使ったあっさりしたスープが特徴のとても綺麗なラーメンが売っています。さらにミニサイズでお手頃価格のチャーシュー丼やマカロネ丼があるのは嬉しいですね。ということで今回は梅塩ラーメンとまかない丼を注文しました。それではいただきます。まずスープですね。美味しいですね。鶏、豚、魚介、香味野菜を使った塩スープは何重層ってくらい深みのある味わいになってます。でもあっさりしてるんですよね。それで麺です。麺は歯切れのいいパツパツな細麺で、歯ごたえと舌触りが良くて、スープもよく絡んでいいですね。トッピングの梅肉と刻んだ大葉を混ぜると、一気に爽やかな香りが広がって、味変に最高ですね。ラーメンスープと梅肉っていうのも合うんですよね。チャーシューは個人的にちょっと苦手なレアチャーシューなんですけど、こちらまあ柔らかくて食べやすかったですね。まかない丼の方はミニサイズながら刻んだチャーシューとメンマ、味玉、千切りキャベツが乗って具材たっぷりになってます。濃厚なチャーシューのタレにマヨネーズがかかって相性抜群で最高にうまいですね。まかないでこんな美味しい丼が食べられるなんて羨ましいお店ですね。本日もお越しいただきました。ご視聴ありがとうございます。